れがな、すごい不気味なトンネルで有名やん。うわやばない、やばい、これ夜キャリアちょっと怖いね。いや怖いな。あよう来とったけどな、こう気持ち悪いわ。あれ全部 YouTube やらなかったらどん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 再生落ちてくるで、うん、めっちゃ見てる。はい、ガクちゃんの工場。そう、去年ですかね、これを作り始めてやってましたよね、一昨年か。で、このキャンピングトレーラーは今ガクちゃんのところにあって、マスター型を取ってもらってる状態やったんですけど、まあ成形とかね、塗装まで行ってもらったんですけど、まあ今作業これ出てないと思うんですよ、世には。だから、今どうなってるのかを、まあ経過も兼ねて説明したいなと思ったりしてます。まあこんな感じで一から作ったのが始まりやったんですよ。で、これをまあ製品化するというので、ずっと、やってきたんですけど、まあその間にいろいろキッチンカーやらなんやら言ってたくさん、依頼をいただいて、このキャンピングトレーラーは、別に置いてた放置してたわけじゃなくて、新しいことに向けてね、ずっとこう温めてたことがあるんで、それも兼ねて報告していきたいと思います。綺麗に行ってくれてるわ。そう、キャンピングトレーラー部品とかキッチンカーの部品をですね、EC サイトで販売するために一応こんな感じで製品が出来上がったのを写真を載せます。まあ完成車はもう全部全て塗装が入るんですけど、まあこのまま、売ってもいいんですけど、まあゲルコート仕上げなんで売られてる方がもうすぐ取り付けて、スタートできるっていう感じで、まあ塗装を施した状態で販売という形になると思います。で、リアバンパーまでできたんで、もうあとはキッチントレーラーに取り付けていくって感じですね。まあ一応カーゴのシルエットとキッチンとみたいな感じで、複数枚写真撮らなくちゃいけないんで、まあこんな感じで写真撮りました。よっしゃ、ローリングできた。ガクちゃんに言ってもらいましたね。そしてこれ、これが後で説明します。そしてこれがエアローを取り付けた図ですね。まあ、こんな感じでちょっと地道ではあるんですけど作業してます。で、取り付けに順番があって、とりあえずビス止めをしてから、ホールを広げてリベッターっていう感じですね。まあシリコンをね、使ったりもしてるんで非常に作業は手間がかかるんですけど、まあ丁寧にやってる方がいいですからね。で、こんな感じで、まあまた先になるんですけど、まあこれの秘密を、また動画でアップしたいと思います。まあ、この三角のね、このポイントがミソなんですけど、まあポップアップルーフって今までテント生地で雨の日は使用しないでくださいみたいな表記あったと思うんですけど、僕がやろうとしてるのはもう全天候型で雨でも基本使えるという感じですね。もちろん雪でも使えます。というわけでちょっと手間がかかっているんですけど、まあ、これが実用化されることになると思います。で、この日は夜勤をしました。で、マー君と一緒にリベッター打ちを頑張りました。とにかく一発一発なんでね、時間はかかりますよ。で、これがネックエアロですね。まあ後ろから見て、パッと見はねちっちゃく見えるんですけど、ここから、ルーフアップとスライドアウトという展開をしていきます。まあ、相当広くなりますからね。まあだいぶ仕上がってきました。そしてそうそう、2号機がまだあるんですよ。新フレーム来年からスタートするんですけど、その工場に行ったんで今回はその動画も載せていきます。
うん、エアロのフィッティングも全然悪くないですね。で、雨じまいもバッチリできるようにしてます。焼いて食べてって言われた。そうそう、それ焼いて食べなんだね。うん、焼いて食べて絶対。ああ、自分そんなマシ。あ、たけし君、あ、できてるわ。ほんまや。できてる、できてる。ここもまあ入れるんやったらなんか、うん、センター、そうやな、センターも一本入れなかったからな。うん、うん、ここでもう要請した方がいいかな思って。いいよ、めちゃめちゃいいよ。いいですよ。いや、今おらん。ちょっと、うん、うん、めっちゃいいな。隠れるからもあれかなと思って、うん、でも肩側上げてこんだけゆとりあんねやからもう絶対いけるもんな。うん、うん、でこれがエレベーターよ。うん、だからゴムもいらんが。そう、これはフレーム工場ですね。フレーム工場でフレームを作ってます。で、こっからまあ一応上下にする稼働はもうすでに確認してるんで、もう問題ないと思います。いやー、これね、実は軽量なんですよ。だからアルミとそんなに大きな差はありません。で、横からのシルエットはこんな感じ。この上側の細い、長方形の部分が全天候型になってますから、あの開けた時も全面ガラスにできたりします。で、これ今回はあの動画ではルーフアップしませんけど、まあ前々回ぐらいの動画でそのルーフアップした姿が映ってます。これで 2m30 は楽々に上がります。ちなみに3個隣があのターンでやばいんちゃうかとか思われると思うんですけど、3フレームはこの後ですね。ここから自動車の試作工場にいた僕の技術を活かしていきたいと思ってます。今度はね、今後これはプレスで押すんですよ、フレームを。で、こいつを、パネルに取り付けていくって感じです。これでガッチガチのボディはできます。上空はこんな感じ。はい、どうもこんにちは。はい、ということで今キャンピングカーは、キャンピングトレーラーは今あのガクちゃんのとこにあるんですけども、で、これを今度宮崎県の方にね持ち込みにいます。で、宮崎で、外装 FRP に関する外装を全部作っていくっていう感じですね。だからしばらくね、あのおざなりになってて全然キャンピングトレーラー出てないなぁと思われた方もいると思うんですけど、まあ知らない方もいると思うんで、まあ説明経緯を話しますと、宮崎工場で、宮崎でちょっと契約ができたんで、今後はね FRP に関する製品製作は全部宮崎に、持ち込もうと思ってます。で、キャンピングトレーラーを運びたいんで、それの準備をちょっと今ずっとしているって感じですね。で、現地からは宮崎まであのフェリーに乗せて、そこから、下っていくって感じですね。で、今後は特装車っていう形でキャンピングトレーラーを 特装車のみで販売していこうかなというふうに思いました。で、まあこれに関しては、まあ、どうしてもショーに出したいっていう思いが強くて、イベントショーですね。で、そこにキャンピングトレーラーをどうしても出したいなということで、決めました。で、まあゆくゆくはね宮崎にもう行ってしまうかどうかっていうのは、まあ、今後ね仕事の段取りとかで決めていこうかなと思ってます。まあ本当に、作り方とかあの辺を全部大事なとことか抑えるポイントとかを、まず全てレクチャーできたら、僕は別に宮崎にいても仕事はできるので、最悪はもう移住という方向でね考えていかんなあかんなとちょっと思ってたりとかしてます。まあ言うてね、僕もあの、まあ、YouTube もやってますけども、まあ去年あたりですかね、お話しさせてもらったと思うんですけど、もうこの関西圏内でそういうものづくりでも大掛かりなことするにはちょっともう限界が実は来てて、それも含めて、大きな、もう、ことができないというか、そういうこともあったんで、
思いっきりねものづくりがしたいっていうのもあったし、試作するにしてもやっぱ音とか、粉の問題いろいろ考えたらもう行った方が勝負が早いという感じですかね。で製品に関してはもう FRP 製品を作るんですけど、まあ宮崎でも雇用してね、製品製作をしてもらうとかそういう方向になっていくと思います。まあそんなことで、当時 YouTube 見てくださった方からはね、結局商売なんかとかお金なんかとか、まあいろんなね YouTuber さんが絶対通ってる道なんですけど、 YouTuber が商売始めると結局お金走ったとかいろいろ言われちゃうんですよね。でもまあ YouTuber である以前に社会人なんで、 YouTube ももちろん仕事ではやってますけども、社会人としてね事業でとか仕事でね、生きていくというのはもう普通のことだと僕は思っていて、なので今後はそういう事業をねどん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 拡大してくるいく方向にね考えていこうかなと思ってます。で YouTube なんですが、まあもちろんものづくりもずっと続けますし、基本的には僕のね自由な広場という感じで YouTube は置いているので、釣りも行けばものづくりもする、そんな感じのねスタイルでも変わらず貫きたいと思ってます。まあ元来ね万人受けするような動画ではないので、自由にね今までもやってきたんですけど、まあこれからも変わらず本当にその辺も変わらずにねやっていきたいなというふうな思いがあります。まあそんなことで、まあとりあえず宮崎に行くことはもう確定したんで、あとは前に進んでいくだけっていう感じですかね。まあ関西でもキッチンカーやらいろいろ仕事をいただいてるんで、まあそれはきちんとやらないといけないので、しばらくの間は宮崎関西を行ったり来たりすることになると思うんですけど、まあ今後のね発展のことを考えるともう、外せない選択かなというふうに思いました。やっぱりね近所からもしクレームが出てしまったらもう僕この YouTube 自体が終わってしまうんで、まあ、そういうことを考えると、そっちが一番視聴者さんの求める方向にはなってるのかなというふうに思いました。まあ、というわけで、キャンピングカートレーラーの行方はそんな感じで、今後の展開というか今後の、向かってる方向は、まあ、一応そんな感じということで一応意思表示はさせていただきました。どうもこんにちは。それでは内装のね、張りをしていきたいと思います。で外観もほぼ完成、エアロのね隙間もいけました。よっしゃ、あとは断熱材ですね。よし、それじゃあ採寸して、中に入れるやつをねこれで採寸していく。それでは断熱材を入れるために採寸をしていきます。最初この時の段階では、スタイルフォームを入れようと思ったんですけど、よくよく考えたらぶつけて穴ほがしたりする可能性もあるわけじゃないですか。でその時にパネルを全剥がししないといけないのですごい時間もかかるし、よう考えたら移動販売の人が仕事できなくなっちゃうなと思って急遽変えて、断熱材を違うのに変えます。差し込むタイプにしといたらパネル交換だけですぐに納車またできるじゃないですか。だからまあそういう、二次的なトラブルがあった時にスムーズに対応できるような方法で今回は考えました。というわけでこういう感じになります。よっしゃ、やっぱね、ぐるぐるきた。こっから内装材を入れていく。
そしてスタイルフォームとこのスポンジどっちがあったかいかと言われると、多分スタイルフォームの方があったかいです。発泡断熱の方が あったかいと思います。まあですが寒冷地仕様になると、ここの壁にメタルシートというのを取り付けて、さらに断熱とか防振とかをしていくというような感じですね。で、進捗も忘れずに送っているんで、曖昧まで写真を撮ってます。ちなみにこれはハサミでスパッと切れて、そのまま差し込むだけっていうね、これぐらい簡単だと次修理が入ってきた時にすぐにまた納車してあげられるんで、いいなと思ってこの方法にしてます。ただコーキング効いてるんでカットしないといけないんで、そこは手間ですね。そしてストッパーをつけます。ここに今度パネルの上面を合わせて入れていくって感じですね。このストッパーがないとこう開いていくんですよ。だから一応ここでストッパーを入れて、後からパネルを貼って、ここは完成って感じです。そして側面に移動するような感じですね。ただこの日割烹でまっちゃんが働くらしいんで、なんか手伝いで、だからもうこの日はこの日で夜勤上がりですし、もう上がります。めっちゃしんどいです。さあ、帰ってきました。で、今日これは看板をね、宮崎工場の看板を作っていこうかなと思ってやってます。まあ、これにとりあえず四神デザインスタジオって書いて、下にねトレーラーの絵とか書こうかなと思ってますね、エアブラシで。で、このステッカーはガクちゃんにお願いしました。で、この絵ホワイトスタートやからちょっとね邪魔くさいんですよね。ブラックスタートやったらやりやすいんですけどね。